少し揺れますのでお気をつけください。バネながら遠くの瀬戸内海の海や島々は霞んでしまい、ご覧いただけにくくなっております。空気がすっきりしておりますと、この正面奥に淡路島がご覧いただけたり、明石海峡橋の吊り橋などが眺められます。右手遠くの方に瀬戸内海の海が広がっているのがご覧いただけるのと、少し右上、山と山の間に島が直輪できますが、家島諸島の三ヶ島でございます。またこの右手下眼下に広がっております町並みは、人口約53万4千人の姫路の市街地が一望できます。姫路の観光名所として代表されます姫城は、正面の小高い山、八丈岩山の後ろ側に位置する海底で、ロープウェイからではお城の姿は見ることはできません。この姫城も築造以来400年もの長い歴史の中で、一度も戦火に見舞われることなく優美な姿を残しております。平成の大修理では5年半にも及ぶ工事も行われ、別名白鷺城の名にふさわしく白く生まれ変わっております。ぜひともまた姫城もご見学